はいどうも皆さんこんにちは。今回はマクドナルドミステリーというゲームを実況プレイしていきたいと思います。イエーイ。こちらのゲームはマクドナルドのアドベンチャーホラーマップということなんですけども、まあここにある通り結構もうロナルドがね怖い感じに絵画になってしまってますよね。はい、じゃあね早速行ってみようかな。まあストーリーをまず見てみましょう。ストーリーはね、The street is so peaceful and strange。 ストリートね、通りがとっても平和的で、かつ、ストレンジ、まあ、奇妙ということかな。 There is something wrong。 何かがおかしい。マクドナルドが最近、閉まっていると、まあ、閉店しているということかな。 And there was a sign of blood。 血の跡があった。 Inside theレストラン。レストランの中には血の跡があった。You must find clues。あなたは、クルール。ヒントを、探し出さなければならない。そして、このミステリーを、マクドナルドで起きているミステリーを解決していかなければならないということでございますね。じゃあ早速やっていこうかな。これはルールだね。どんなルールかな？ああ、これは設定とかね、やっちゃいけないことが書いてます。まあ、基本的にはチートとかね、あとはゲームモードを変更しちゃいけないというとこですね。では早速プレイしていこう。ここは Exist Open the door up to play。 ここで、ゲームをスタートするところに行き着くわけだね。じゃあ行ってみよう。チャプター1 Dark Street。 暗いストリートか。 What am I doing here in theダーティータネル。何何？汚いトンネルの中にで私は何をしているんだろうかと。I must leave this place immediately。 直ちにこの場所から出なければならない。そうですね、ここはちょっと長くはいたくない場所だ。でもなんでこの下水道からスタートしたのかは謎ですけどね。そしてこのマクドナルドのホラーアドベンチャーっていうのがね、なかなか興味深いタイトルですよね。僕の中ではね、あのロナルドがかなり怖いんですよ。小さい頃ね、夢でねロナルドに追われる夢を見たんで、結構あの白い顔のねロナルドが非常に怖かったんですけど、まずはここに行けということかな。レストバーですね。オープン24時間。24時間営業ですが、ご苦労様ですね。ここがバーか。あれがボブというやつかな。どんな顔してるのか。可愛らしい顔してるバーテンダーじゃないか。早速、会話がスタートしましたよ。はい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 。でもちょっと会話のスピードが速くてついていけないぞ。これはどうしたものか。しょうがないな。なんかね、会話の途中になんかいただきましたね。レバーをいただいちゃいましたね。ちょっとね、話が長すぎて、早すぎて、ついていけなかったので、ちょっと会話を見ていこうかな。なかなか長いね。これだけ訳すだけでも結構大変だね。じゃあ、行ってみようか。まずはレバーを使うところがね、あるんだけど、それがボルトと書いてましたけどね。ボルトっていうのは、これか？はい。貯蔵庫的な、食品貯蔵庫的な感じなのかな、ここは。じゃあ中に行こう。おい、ボブ、見てるんだけど、見ないでくれ。君がここで探してくいいよって言ったんだから、見てるんだから。これがボルトが。どこにあんだ？さっきのアクセスカードだよ。アクセスカード、おっと、発見。アイアンキャビネットの中にグリーンアクセスカードを発見しました。じゃあこれを使って、MC ビレっていうとこかなに行きたいと思います。じゃあね、ボブ、またね、会うことがあったらよろしくね。MC ビレ。これは違うね。マインビレっていうとこだね。あれはクリーパーの顔だね。MC ビレ、どこだ？あら、こっちに MC ビレット書いてある。
大きな看板。しかもこれはなんとマクドナルドの看板じゃないですか。さあ、あっちにあるということなんだけども、ここがゲートできない。オーマイガーって感じで行きたい。ここに、あ、これがコントロールルームだね。コントロールルーム。はい。どうやって入ればいいの？鉄ご、これは鉄の扉開かないやつだからね。あ？あ、グリーンアクセスカードリクワイアード。ここにアクセスカードを差し込めってことか。なるほど。あ？特に変化なし。場所が違うんだな。Place on the center 5 スロット。あ、5番目のスロットの真ん中に置けっていうことかな。はい。開きました。なるほど。これでゲートが開くんじゃないかな。行ってみます。はい。MC ビレゲート、ロック、アンロックされました。じゃあ、ここから先に行こう。この先がどんな街になってるのか、とっても気になるし、怖いし、いきなりね、怖いロナルドが現れちゃうのかな。そんなことはないな。お、なんか出てる。MC、マクドナルドギャソリンステーションをインベストゲート、調査しろということだね。先にマクドナルドの方行くべきか、それともガソリンステーションの方行くべきか。車がないから、給油ができない。しょうがない。うわ、これ何？漏れてんじゃないの？何かが。That is hazard. 危険だよってことか。あそこに、トラックみたいのがあるけど、なんだろう。重要なものが入ってる。お、チェストが入っておりますね。ここに開けるボタンがありますね。入ろう。あら、失敗。はい。あら、入れない。はい、入らせてくれ。OK。あ、発見。ガソリンルームキー発見しました。配置可能なところはラピスブロックだから、ラピスラズリのブロックに置けるということだね。じゃあ行こう。What？ これを置こうね。はい。Door is locked. Find the key って書いてあったね。OK。わ、ガソリンって書いてるね。TNT がまさかのガソリンだったんだね。火打ち石。あ、ボタン発見。エメラルドブロックだね。これがね、ボタンがセキュリティバンキー。セキュリティバンキー。なんだろう。バンって車だよね。だからセキュリティ的な車の鍵がこれなんでしょうね。じゃあ、マクドナルドの方に早速攻めてみようかな。あー、食いたい。I'm loving it したいね。シェイクとか飲みたい。ん？セキュリティバンキーとかどこで使うのかな？マクドナルドオープン24時間。これも24時間営業。これ世界共通なのかな？日本はだいぶ24時間営業のところ減ってきてる気はしますけど、アメリカでは、本場アメリカでは、マクドナルドまだ24時間営業多いんでしょうかね。はい。お、なんか言ってきたな。Welcome to McDonald's, sir. May I know your order?ああ、オーダーは何にしますかという、いつものパターンですね。まあ、マクドナルドに来たら大体こんなこと聞かれるけど、みんな同じこと言うのかな？ 4 人とも同じこと言うな。じゃあ、最初に、はい、ビッグマックワンプリーズ and potato and orange juice, please. はい、はい、くれないのか。同じことずっと言ってるな。どうしようもない。なんだこれ。店内に血の跡がついてるぞ。これがさっき言ってたやつか。冒頭でね、血の跡がレストランの中にあるって言ってたからね。I'm loving it! 出ました、このポスター。これは、マクドナルドのサイト化から拝借したんでしょうかね。Never waste special sauce. スペシャルソースを決して無駄にするなみたいなことかな。あら、あそこに有名なロナルドがいるじゃないですか。ロナルド・マクドナルドを殺せみたいな。あ、この下に続くのか。殺される前に、ロナルドを殺せみたいな。非常にかわいそうなロナルドちゃん。でもこのね、白い顔のね、本当にロナルドが小さい頃怖かったんですよ。夢に出てきて、めちゃくちゃ怖かった夢が、記憶があるんですよね。これ、とりあえずこっち行けないな。うん。
ストレージルーム入りたいけどね。ここに何かまたレバーを置くんだろうと思うんだけど、レバーをゲットしないといけないね、あの先は。ちょっとこのセキュリティバンキーっていうのをね、探しに、ちょっと、あ、セキュリティバンキーを使うところを探そう。あ、あるじゃん、早速。なんだこれ。セキュリティバンって、現金輸送車？ちょっとわからないけど、まあ、重要なものが中に入ってるんでしょ、きっと。あら、また。入らせてくれ、OK。何が入ってんの？ああ、レバー発見。あ、ダイヤモンドブロックにおけるストレージルームキー発見しましたんで、先ほどの店内のところから行けるんじゃないかな。おい、まさかの調理した牛肉発見だよ。え、このセキュリティっていうのはもしかしてマクドナルドは調理済みの牛肉を使ってハンバーグを作っていたという、そういうスキャンダラスなことだったのかな。いや、なわけないか。お腹が空くことあんのかな。今お腹は満タンでございますね。マックスなの。空腹メーターは今減ってないので、このままいけます。よし、じゃあここストレージルームキー勝手に入りますけど、こっちを見んなよ。はい、 OK。 ここに何か大事なものが入ってるんじゃないの。あ、牛乳入ってる。飲みたい。でも牛乳、あ、マックのミルク飲んだことないな今まで。マックのミルク飲んだことある方は結構いらっしゃるんだよかな。何もないな。意外に何もない。あった！ダイヤモンドとともに、エンプロイーズ ID カードがありましたね。これを使えばいいのかな。持ってこう。はい。ダイヤモンドはね、非常にありがたいものだけど、果たしてこのアドベンチャーホラーマップでは使う機会があるんでしょうかね。じゃあな。また来るから。ね、マックは毎日食べたい派なんで。じゃあね、このエンプロイーズ ID カードというものは、従業員の ID カードだからね、裏側にあるんじゃないの？あ、あった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 。ここだ。エンプロイーズオンリー。エンプロイー、従業員さんのだけが使えるやつだ。早速、さっきと同じように、5スロットね。はい。開きました。おお、これがマクドナルドの従業員さんの部屋か。入ったことなかったけど、こんな感じになってんのかな。ライトアクティベーター。電気つくのか？ああ、つきましたね。明るくなりました。これが従業員さんの服か。さっき4人いたからな。これ僕ね、ちなみに。マクドナルドのスキン。ちょっと荷物チェックだ。もう従業員を疑うわけじゃないけど、こんなぐるぐる回しても従業員さんの服とかからは何も出てくるわけもないけど、これあれだよね、ロッカーチェックってやるのかな、普通のこういう飲食店っていうのは。変なものを持ち込んできたりしてないかとか。しないよね、きっと。何にも出ないな。出ない。大丈夫だ。ここの従業員さん、皆さん、潔白だわ。大丈夫。ほら！出ました。ロナルド、ロッカー。ロナルドのロッカーですよ。一味違う。色が一つだけ金ピカ。格が違うことをね、ここでもう見せつけられてるけど、何があるのかな？ロナルドとかいきなり出てこないかな？心配だな。お、出てこない。大丈夫だ。レッドストーントーチ。がなんで2個だけあるんだ。これがロナルドの私物だとしたらかなり寂しい男だ。そう、何か下にあるぞ。こっからいけないな。ヒントを探さないといけないな。サービスエリア、ここは営業エリアだね。先ほどの従業員さんいるんじゃないか。お、いるじゃないか。ほほう。はい、皆さん、僕はロナルドから仰せを使った皆さんの監視役だよ。日々毎日ちゃんと働いてるかい？お客さんに笑顔をちゃんと届けているかい？わかったかい？ちゃんと働いてよ。はい。僕はこんな顔してるけどね。じゃあね、ヒントを探そう。ヒント。あのレッドストーントーチが何を意味を示しているのかわかるような。ここはなんだ？棚か？おい、いっぱい肉入ってる。いっぱい肉入ってるよ。
こんだけ食ったらもうブクブクになっちゃうけど、お腹空いたら困るんで、僕が今日拝借していくよ。もう肉だらけ。こんなにはいらないわ。後で使うかもしれないから、お客さんに提供するために使うかもしれないから、取っといてあげるよ。あらら、ここに、一つだけ違和感のある日記があります。誰だ、肉と一緒に日記を置いたのは。ぐちゃぐちゃのドロドロになっちゃうじゃないか。出たな。これは、誰の日記なんだ？わかんないけど、なんか、肉最高とか書いてあるな。ヒントだと、ヒント。おい、なんか書けよ、ここ。ロナルドの日記じゃないのか。違うの？あ、ここにヒント書いてますね。ロッカーの中に、シークレットを何か保管したよ。レッドストーントーチと共にか。なるほど。ああ、レッドストーントーチのどういう風な向きにすればいいか書いてありますね。一つのレッドストーントーチは東、イーストだね。もう一個がレッドストーン、下の方か。ローアーレッドストーントーチがサウスウエストの南西に向けろと。そうすると、a dark passage。暗い通りへの道がアンロックされますよと。Enjoy a happy meal. ハッピーミール。幸せなご飯を楽しんでくれよっていうような感じかな。なんかね、マクドナルド食べ続けて、こんな体になっちゃったみたいな映画あったよね。どうなっちゃったんだろうな。太っちゃって死んじゃったのかな。アッパーが東で、ローアーがサウスウェスト。あ、来ましたよ。皆さん。これで僕もロナルドの仲間の一員？いや、ロナルドの後を追うのかな？秘密を追うのか。じゃあ行ってみようか。はい。おい！チャプター2パッセージ。チャプター2に入りました。なかなかサクサク進んだ感じはありますね。今回はね、ここまでにして、次回はチャプター2以降からやっていきたいと思います。はい。では、今回もご視聴いただきまして、ありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。See you!